WZ1974 パラドは、ポーランドが設計した、アンダーバレル式、グレネードランチャーである。なお、パラドとはポーランド語でパラジウムを意味する単語である。WZ83 パラド DWZ74 パラドは、ポーランド製 AK-47 に、ライフルグレネード運用能力を付与した K K、KBKGWZ1960 の、 後継として1970年代に開発され、アカム及び KBKWZ1988 単たる KBSWZ1996 ベリルに装着して使用する。引き金は後端部の汚染部分左側上部に位置し、左手で押すことでグレネード弾を発射する。汚染部分の右側に配置された大型のレバーを下に倒すと汚染が 株ヒンジで下向きに開き、それと同時に空薬莢や未使用弾薬を廃査やする。1983年には単独使用を前提とした派生型の WZ-83 パラド D が開発された。パラド D はパラドに赤無用のピストルグリップとアクムズ用金属製仮面折りたたみ式重傷に反動吸収用ラバーパッドを取り付けた専用重傷を装着している。 パラド用の弾薬である 40X47mm 弾は、ナト o 標準の 40X46mm 弾と同様に、高低圧理論を利用した弾薬であるが、相互の互換性はなく、ルーマニア製の a g 40もこの規格を使用する。弾頭は以下の3種類が存在する。ありがとうございます。